も、ふーたろうです。今日また家でちょい飲みします。こちらちょっと面白いものをいただいたので、これを食べながら飲もうかなと思ってます。これです。じゃあ、カツオの塩たたきチップス、ニンニク風味、これもちろん高知土佐の名物、カツオの塩たたきチップス、これです。高知県、これをね、これをいただいたので、これをちょっと食べながら飲もうと思います。ただこの、カツオの塩たたきチップだけでは寂しいので、こちらを買ってきました。スーパーのカツオのたたきです。じゃあこれですね。これも一応タレもついてたんですが、これも同じく塩たたきにしようと思って塩振ってきました。塩たたきとカツオの塩たたきチップス、こちらをいきたいと思います。今日のビールちゃんの方はこちらです。じゃん、本気に、新本気にです。新しくなった本気に、これまだ飲んだことなかったので今日買ってきてみました。これを飲みながらいきたいと思います。ではまずは新本麒麟で乾杯したいと思います。乾杯。美味しいです。ではこちら、カツオの塩たたきチップス、ニンニク風味、これちょっと開けたいと思います。ではちょっとさっきいただきます。中こんな感じです。ポテトチップスみたいなかと思ってましたら、このチーズビットみたいな、ニンニク風味でもあんまり匂いないですね。ちょっと一ついただきたいと思います。なんでしょう、魚感は一切ありません。普通にスナック菓子でこれ美味しいですよ。香ばしい感じの焼いた感じもあって、これは美味しいです。美味しい。ではちょっとこちら、今度こちらです。カプションの畑、スーパーで買ってきたやつです。これをちょっといただきたいと思います。はい、こちらスーパーで買ってきたカツのたたきです。タレじゃなくて塩に節を振ってきてます。塩たたきでいただきたいと思います。スーパーで500円でした。ではいただきます。いただきます。いただきます。塩たたき、いただきます。塩たたき、こちらの玉ねぎ、ネギ、玉ねぎを乗せて、これでいただきたいと思います。美味しい、美味しいです。シソと一緒にいただきます。シソの爽やかさがこう口の中に広がって、これも美味しいです。美味しい塩たたきチップス、カツオの塩たたきチップスをカツオのたたきに乗せて食べてみたいと思います。塩たたきチップスを、これです。カツオのたたきと塩たたきチップス、これをいただきます。塩たたきチップスとたたき合います。美味しいです。美味しい。新しい薬味としても使えるかも。たたきと玉ねぎとチップス、いただきます。
何にでも合う、美味しいです。ネギたっぷりの塩だれ、最後これでいただきます。こちら塩たたきチップスにネギ、塩たたきチップスにネギです。では最後は塩たたきチップスに食べてますが大根をのせていきます。はい、スーパーで買ってきたカツオのたたき、美味しく完食しました。カツオのたたきチップスまだちょっと残ってるんで、後でゆっくり食べたいと思います。ごちそうさまでした。